でね、MV でひなが前めちゃめちゃ大変だったって話したじゃないですか。その話をしたくて、あれなんです。すっごい大変だったの、本当に。MV の、振り入れがね、この間の地方組の波動の後だったんですよ。疲れた後に振り入れで、しかもみんなより1時間半遅れで振り入れだったんですよ。そうだから、みんながもうほぼ終わってる中で振りをね入れてもらったんですけど、もうその時点で10時半とかだったから、全然ね時間がなくて、もう大体やってあとは自分で練習してみたいな感じだったから、終わったのがねもう深夜だったの。だから私で、その次の日の集合が朝の6時とかだったから、もう私は一睡もせずに MV 撮影に行ったんです、波動から。やばくない？オールで MV 撮影で、私オールしたことなくて、人生初オールしました。2時に振り入れが終わって、そっから6時までずっと踊ってました。そう、すっごい大変だったのでね、 MV 撮影中にちょっと意識がなくなっちゃって バタン倒れたわけじゃないんだけど、ちょっとね倒れちゃって、めっちゃ顔が紫になってね、ゆいに心配されました。暑かった、36度ぐらいあったんです、あの時。寝てないしご飯も食べてないし、本当にきつかった。でもそれをね経験したからこそ得られたものいっぱいあると思うし、参加できなかったらきっと悔しかったと思うから、参加できてよかったですね。それも青春だよね、本当に。もうなんで波動あったの、今日大変だよって思ってたけど、なんかこれ以上ね大変なことはないかもって思ったら、すごい自分のためになったからよかった。そう、いつかこの話をして皆さんに褒めてもらいたいと思って話しました 褒めてください、本当に。オールしたんです。